今日は家ご飯です。マツコの知らない世界でナンバーワンになったラーメン、袋麺のまあトップみたいなことですね。あの縮れ麺のトップということですか。まあまあ高いんですよね。で、開封しましたらやっぱり綺麗ですね。もう生麺みたいな色してるんですが、これが乾麺なんですね。で湯に入れましてほっとけということで、こんな中、ものも入ってますが、マツコデラックスさん書いてありますね。スープ入れまして、スープ用に 400cc ぐらいの湯を別に沸かします。で3分経ったらほぐしてくれと。でさらに2分と。でスープに入れて入念に湯切りして、いいんです、美しいですね。なんかね、もうほんまにあのいい感じのところのラーメン屋に行ったみたいな。でスープも本当に雑味がなくてね、こういい意味でもそうでもない意味でもすっごい綺麗なんですよね。まあ美味しいんですよ。あの麺もほんまにインスタントも思われない本当に美味しい麺なんですけれども、あのパンチがもっと欲しい人がいるかもしれんなと思いますね。あの例えばなんか肉味噌、台湾の肉味噌が入ってるとか、いやこれベースとしてはもう本当に美味しいと思いました。まあちょっとねAmazon で取り寄せたら700円ぐらいするので、ね、それはなかなか厳しいなとは思うんですけれども、僕もまあ美味しくいただきました。今度塩ラーメンなんで、エビとか野菜とかでなんかタンメン風にしたら美味しいのかなとか、なんか、そうですね、先ほど出た肉味噌とか、そんなことにしてみたいなと思っております。こんなことで、チャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。ちなみに僕あの乾麺じゃワンタン麺の卵とじが一番好きです。